リューム14。羽根康介です。奈良美奈乃香です。よろしくお願いいたします。前回ボリューム13では犯人は踊るのルールをご説明しました。今回は三木沙耶さん、青木達彦さんと一緒に犯人は踊るをプレイします。アンプラブ。事件が起きた。犯人は今日この場所に集まった私たちの中にいる。お集まりいただいたわけだけれども、この中に犯人がいる。そうなのか。早速この推理ゲームを始めていこうか。いや、熊根くんよろしく。はい、じゃあまずはですね、この犯人は誰かを決めていく、この犯人は踊るというゲームなんですけれども、ルール説明にもありましたように、こちらに企み、アリバイ、探偵、第一発見者、犯人のカードがございます。そして残りのカードはこちらに。こちらからまず、4人プレイですので11枚カードをまずは出していきます。はい、1枚こちらのカードがございます、はい、そして、先ほどの、こちらのカードを合わせて16枚、こちらをよーく切っていきます。はい、重要ちゃんと切るんですね。そう、じゃあ僕だけだとちょっと疑惑が上がってしまうので、まあ探偵役のなるみさんにも切って探偵役、まあ現状自称推理マニアってことでいい？そういうことなの？探偵誰になるかわからないじゃない？ざっくりしてんな。やとしたらそれただ痛い人やん。じゃあいややめる？はい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 、気はしっかりですね。気はしっかりですね。よし、じゃあさあ参りましょう。はい、参りましょう。はい、さあでは4枚ずつ配っていこうか。はい、はい、強い人だ、強い人だ。あ、2枚ずつ配るね。2枚ずつ配るね。なるほどね。あ、配り方を変えると、わたわたしてる、わたわたしてる。このゲーム、こういうゲームずっとやられてるんでしょうね。それなりに、はい、ということで、みんな、まあ、手元に手札として4枚今カードを持っている状態です。こちらゲームスタートは、はい、第一発見者の方から時計回りに進んでいきます。それでは第一発見者の人はどちらでしょうか。私です。あらやだ。はい、じゃあ出します。第一発見者じゃーん。右隣のプレイヤーのカードを1枚ずつ引いていく。お、右隣。
ということはさっきと逆の方向に。そうですね。はい。これは引くっていうんです。はい。引いた側は別のところに行く。そう。え、僕は羽根さんの真ん中を置いてあります。よし。ああ、はあはあはあ、なるほど。お、これ複雑やね。いろいろ。お、何引いた？楽しいな。これ何引いた？言うてみ、何引いたか言うてみ。はいはいはい、OKOKOK。 じゃあ次は、私だ。お、ナルさん、タクラミ、犯人に協力した。おい、願いたぞ。このカードを出したプレイヤーは犯人が勝利したとき推理マニアで願いたぞ。推理マニアだけに強いよ。なるほどね。これは、逆に犯人が負けた場合は共倒れと。そう。ほうほうほう、ほうほうほう、これ探偵の敵ですな。なるほど。じゃあ僕か。噂、はい、全てのプレイヤーは右隣のプレイヤーの手札カードを1枚引くと。なるほど。引くんですか。さあ、はい、じゃあ、はい、これでいいでしょう。はい、はい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 。おお、なるほどなるほどなるほどね、なるほどね。ああ、これ複雑ですな。なかなか楽しい。うるさいな、私です。嫌だじゃない、こういうゲームって。じゃあ、私、いきます。はい。アリバイ。はい。アリバイを出すということは、君は犯人ではないという。これは主張になるのかな？まあ、それはね、あの、皆さんのご相談にお待ちしますよ。いや、何でもいいってことですよ、これ。そうですよ。もしかしたら僕はこのカードを持ってあれってかもしれない。アリバイ何枚も持ってるんかね。あ、そういうこともあるわけですよ。2枚もいらんわ、もう1枚捨てとこうみたいなカードがありました。このカード出しても特別な効果はありません。はいはい、ミキさん。はい、アリバイ。おお。もう何も言えねえ。これ何も言えねえ。このカードを出した方はもしかしたら犯人じゃないかもしれない。1枚です。おっと、いやでもこのゲームなくなったら負けじゃないかな、勝ちじゃないか。まだ続きますね。では、あえてここで探偵。おお、はい。アデバイも入ってきてるでしょ。はい、そう。では、おりました。犯人はお前だ。デビー。プレイは続行できるからね。はい、じゃあ次は私、はい、出してしまっていいのかな。
それもうそういうことでいいのかな。そういうことでいいのかな。では犯人、勝った。まさか企んでたやつが犯人。マジか、ミキさんから来たんだよね。もうただの単独犯じゃないですか。回ってるなとは思ってた。回ってるなとは思ってた。ちなみに僕が先に出せてたら俺犯人の仲間入りできてたんだよね。意味ないね。さらに言えば一番最初に犯人を落ちたのは僕だからね。おぐる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 回ってもさ、一周半しとんすごい。あー、ということで今回はまあ推理名人ぶってた成美さんが、なんとアンプラブ。それでは犯人を踊る2回戦に参りたいと思います。先ほどは成美さんの勝利となりましたが、今回は誰が勝利するのか。それでは、探偵もろもろの最初のカードはこちらに、はい、こちらには山札のカードがございます。こちらから4名分、11枚のカードを取っていきたいと思います。いはい、このカードに先ほどの探偵などこちら5枚のカードを混ぜていくので合計は16枚となります。はい、さてそうしましたら先ほどの勝者の成美さん聞いてください。はい、はい、さっきキャラにクレームが出たのでキャラは積んでいきます。はい、進行をバッサバッサ変えてるっていう名探偵残念やったのに犯人やったっていうね。そうね、なんだろうね、斬新ではないけど ね、 ね、何の何かけてやってたんですか。いろいろ、いや、大丈夫、なるほど、はい、はいはい、ということで、手元に4枚の手札がございますと、はい、おー、あ、これは面白い、面白いぞ、これは説のカードゲームだったら勝てそうだ、腹の予感。それでは、第一発見者だ、誰だ、また私できた、おー、ミキさん、第一発見者です、もう犯人、はい、もう犯人や、いやこれはね、第一発見者って、もともと犯人である可能性ってなかなかね、推理ドラマで推理小説とかでは、まあ、確かに拭えない上等手段ですよね。ありますね、ありますね。てなわけで、じゃあ次は私、はい、噂、はい、はい、右回りのプレイヤーの手札から1枚引いていきましょう。右隣、右隣のプレイヤーの、そういうことね、右の、お引きなさい、いただきます、はい、よくしなさい、はい、よくしなさい、今日は僕の意味でそういう、いや、これね、回すと見えちゃうからね、なるほどね、はい、なるほど、じゃじゃん、おー、なるほど、うん、なるほど、なるほど、じゃあ次、羽根さんですよ、はい、はい、参りましょう。じゃあ、噂を重ねていきましょう。おお、噂話大好き。はい、というわけでね、回していきましょう。はい、お引きなさい。しれっとするさんだね。ちょっと大丈夫か。はい。もらいまーす。よこしなさい。はい。へっ。はい。へっ。よいしょ。おー。マジか。おー、なるほどね。なるほどね。なるほどね。よし。では、私。はい。では、いたします。はい。他のね、あんまり想像に話題についてないね。内容想像。これちょっと序盤って早いかな、出してみよう、目撃者、おお、他のプレイヤーの手札を見たい、誰のが見たいですか、これ誰見るかやねんな。よし、じゃあ先ほどの勝者成美さんをちょっと経験しよう、成美さん、じゃあちょっとお二人は見えないように、はい、後ろ、後ろを見て、はい、はい、いいですか、せーの、こんな感じです、で笑っちゃうでしょ、おお、なるほどなるほど、はい、いいですよ、はい、はい、笑っちゃうカードって何、いや、これ笑っちゃうね、ちょっと笑っちゃうか、どうだろうな、まあ、ゆるい素敵なイラストが、ほっこりするイラストがありますからね、イラストが楽しい、そう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 、では次はミキさん、はい、はい、じゃあ私は取引です、お、取引しましょう、はい、これは取引しましょう、かわいいな、これは選べるんですよね、そうです、指名をしたらいいかしら、あ、私ね、用意してくださいよ、ゲームの中だけだけどすげえ腹立つわ、シャキシャキ、あお、うん、どうでした交換の結果、なかなかいい取引が、そうね、いいのかしら、株価は上がるね、おー、なるほどね、ちょっとよく分からへんけどもやってみようか、はい、なるほどね、はい、じゃあ今ミキさんだったってことは私ですかね、はい、
あれが持ってればね。マジか、だからこう。もう一枚探偵だったのに出さないと情報が探偵持ってかれちゃうじゃん。そうなんですね。そうなんですよ。私ですね、犬を持ってたんですよ。あ、だからもし康介くんがこのまま犯人を持ってた誰か一枚になった時とかに、うん、スカイは確実にあげられたんですよね。だって確実に俺が犯人持ってるのもうみんなに分かってたよ。なんとなく。いや、ていうかここの手札が見てここに渡ったって時点でここに犯人あるってことが分かってたから。アルミさん、あんた回さなきゃ。ごめん。アンプラブ。はい、というわけでプレイが終了しましたけれども、はい、なんかごめんなさい。カレ君がね、すごい。あのさ、もう本命こうゲスト来ていただいてさ、もう盛り上げよう盛り上げようとしてんのにさ、あんた。何もないがしろって言うねんね、これ。あね、楽しかったね。楽しかったね。すごい楽しかったね。すごい楽しかった。楽しかったか。いや、でも手に汗握ったよ、なんか。ドキドキした。ゲーム自体はね、ゲーム自体はもう遊んでいただいて、みんな楽しい楽しいって言っていただけたんですけれども、もう企画としてはこれが楽しかったか。もうね、アンプラグ短命だよ、このままじゃ。このままじゃアンプラグが終わっちゃうよ。じゃあ、私プレイしないで進行役に徹する。何なんだろうね、そのゲームが強いっていうか、先行きを考えずにズバーンってやっちゃうから。それねえ、まあ、やっぱ強いんでしょうな、そういう僕みたいに多分邪魔になるね。僕はこうアンプラグの部長としてみんなにも楽しんでほしい、見てる方にももちろん楽しんでいただきたいということもあって、もちろんあのいや汗でやったりとか仕込みは全然してないですけど、やっぱりこの場をね盛り上げよう盛り上げようとするんですけど、そういう気が一切ないけど、やっぱり強いよね。強いね。何も言えない。今のねお話を聞くだけでも皆さん分かっていただけると思うんですけど、邪魔だらけなんですよ。ひどいもんですよ。いや、さすがにね、だってドラマパートでさ、バカ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 言ってますけど、あのね、もういい大学の主席ですから。本当ね、本当はね。やっぱり頭も切れるんでしょうか、しっぴ一つな。あ、いいその辺は。はい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 。まあ、何が言いたいかと言いますと、羽根康介、一度もまだ勝ててない。はい。はい、そうっす。そうですね。というわけでですね、まあ、はい、今回は犯人は踊りを遊んでいただいたわけですけれども、まあ、実際やっていただいて、今楽しい楽しい言っていただけたんですけども、ミキさんいかがでしたか？考えなかった。すごい言ってた。真っ白やね、真っ白。全然真顔になっちゃう。今時間止まった。私も自分で犯人を結構逃げてたので、このカードとかね、どっちに行くかみたいな取引でこう、まあ、最後バレバレやったけどね。ここでさ、見合わせた後でここ渡したらバレるやんって思いながら、まあ、ね、まあ、そうバレバレの部分も含めて楽しかったです、まあね、可愛らしい部分が見えたくていたしましたね。はい、ということで、まあ、次可愛くない青木さんですけど、あ、まあ、本当に楽しかったんで、あのやっぱカードタイプにしてね、役割をつけるのがね、すごくなんか、まあ、なんていうんですか、こう、トランプの楽しさとかと、はいはい、そのカードのやり取りっていうのと、またあの戦略性があるから、すごくなんか幅が広がるような、今後こう、こういうのとこういうのとっていうね、いろんなまあルール、新しいルールとか作っていくと、すごい楽しくできるんじゃないかなと。今でも十分楽しいけど、やっぱり、まあ、あのやっぱりナメロさんが実際おっしゃってくださったように、やっぱりあの自由性のあるゲームなんで、まあ、自分たちでルールであったりだとか取り決めっていうのを、まあ、自分たちの独自のルールっていうのを決めていただいて、まあ、あの新しい犯人は踊るの遊び方を楽しんでいただくっていうのも、まあ、あのそちらも一つの一個だと思いますので、まあ、そちらがねもし出来上がった際には、まあ、ナメロさんしかりアンプラグの方にも教えていただけたら、やっぱりそちらもやってみたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして最後、あの勝者になりましたなるみさん、何か一言言うたらええんちゃうの？なんて言ったらいいかな。またアウト。はい。映るな、映るな、お前ここ映るな。お前はここにジャンルの塊やな。ひどいな。アンプラブ。さて、次回のアンプラブはゲストのミキサーヤさんのお話を伺います。よろしくです。